いつも通りハイレベルな守備とチームワーク、そして決定力に欠ける猫ちゃん。やめとけ山本、身長サバ読んでない？180ないんじゃない？そんなせこいことしません。グッてやって測ってます。そう、ミカちゃんに振られた傷は癒えたの？そうか、なんで知って。いつも通りは前と違うっすよ。サイズじゃねえよ、うん、時間だよ。じゃあ決勝で会おうぜ。まあこうなるわな。はあ、俺らは決勝行く気満々でした。相手はしつこい猫ちゃんだ。でもしつこさで負ける気がしねえよな。粘り勝つ。しゃフェイント。立派なからかよ。ダイレクト。ナイサー。11番空振りあるぞ。ケンマさん笑わないで。4番ストレート打てない。ストレートない。さあすぐる。思ったよりめんどくさい系かも。11番でかいだけ。11番ザル。落とせ。しゃー、すいません。すぐるワンチン。くそどうヤクソ。後ろ。粘りで負けてらんねんだよ。猫魔のいつも通りは。あらら、深追いしすぎたね。やれる、飲まれるな。12番。すぐる。動け足。早速引っ込めやがった。下手なやつ、弱いやつ、脆いやつを狙え。一気にこのセットもらう。なんだよこのプレッシャー。すぐる。11番、ネット際では脅威でも素人どうだ。飛ばすぎ。あの下手くそを狙いたい気持ちは非常によくわかるけどね。お、審判にだけいい子ちゃんだからな。せこい試合しやがって。勝ちたかったって言うんならどうして手を尽くさないんだろうな。全てはどこかで吹く追い風のため。煽りも媚びも全身全霊取るための手を尽くせ。会場の空気も味方につけろ。卑怯と言われることを優るは褒め言葉というが嫌いだ。黙らせる。俺たちはまだ終わんねえよ。ナイスレシーブ。うわあ。お疲れ。ミカちゃん。スグルは部活ばっかりでつまんないなんて言ってごめん。かっこよかったよ。どうしてそんなに部活ばっかやるのかちょっとだけ分かった気がする。勝ち組許さない。うわー、猫に勝ってたらスグルもここでバレーできたのにね。そうだね、ミカちゃん。すごい、かっこいい。すげー圧迫感、相手にしたくねー。くっ、やった。途中で取れないって思わないのかな。届いても返せないよね。なんていうか、諦めてる隙というか、余裕が多分ない。今のネットくぐるのってあり？ボールも選手も稲荷崎コートに入ってないからありだね。あ、こっちがスグルのお目当ての。あ、はあ。猫ま？なんか気持ち悪いな。何が？おう、最初からずっとあえて一発で決めようとしてない気がする。狂気アタックなんだけど。
もちろん決めてるとこは決めてるし、ネコマの守備はハイレベルで、ハマった攻撃でも拾い上がるのね。ナイスレシーブ。短い。おい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 、そこはしっかり上げてやれよ。バレーって一人で完結しようがない球技だから、一本目のレシーブが上がらないと何も始められないってことなんだよね。だからサーブレシーブのミスは精神的ダメージがよりでかい。さあ、お、出た、カラスノの1年リリーフサーバー。この人結構決めるよね。回してきたんだな。スグル君、クロート語りしてもいいんですよ。あ、バレーに特別変わったルールがあるとしたらローテーションシステムだと思うんだけど、サーブの順が来るたびにみんなのポジションが一個ずつ時計回りにずれてくやつね。稲荷崎は多分このスタートはいつも固定で、相手の出方なんか関係ねえ、自分らの強いローテから始めるんだいって感じ。カラスノはちょっとつ盲信って感じのチームなのに、意外と試行錯誤してくるタイプっぽいね。でもやっぱミヤ・アツムのサーブを切ることに全力を注ぐべきか。いやいや、でもビッグサーバースタートも捨てがたい。セッターか、サムライか。うんちくおしゃべり野郎は嫌われる。ごめん、しゃべりすぎました。すごかったね。なんか私カラスノのファンになっちゃいそう。ねえ、カラスノって次どことやるの？ネコマ。うん、そこってスグルたちとやったところだよね。どっちが勝つと思う？わかんないけど、カラスノの勢いは侮れないと思う。へえ、そうなんだ。カラスノノリに乗ってるね。見に来る？その言葉覚えておきよ。